みんなに教えたと思いますが、みんなは誰なのかは知れないかもしれません。なので、一人ずつちょっと自己紹介をやっていただきたいと思います。はい、もう少し、もう、あ、もう、うらのか、じゃあ、最初の人に、自己紹介をやっていただきたいと思います。皆さんこんにちは。私はベトナムから私ベトナムから来たチェンと申します。今信州大学工学部1年生です。よろしくお願いします。チェン、ありがとうございます。はい、次。皆さんこんにちは。こんにちは。ベトナムから参りましたウェンディ・マイオンと申します。今信州大学の1年生経済学部で勉強しています。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私ベトナム人のさんと申します。今信大生の工学部1年生なんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。みなこんにちは。ベトナムから来ました。今信大生の建築学科のクアンと申します。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。私はミャンマーから来ました、ハンス・リンと申します。今年は下村里の部門長としてやらせていただきました。ありがとうございました。カンポラーレ、ありがとうございました。皆さんこんにちは。私はミャンマー出身のチョチョリンです。信州大学経済学部2年生です。よろしくお願いします。お願いします。みんなも勇気がある子のようにこんにちはで返事をください。はい、次の人お願いします。 Guten Tag。 私の 国覚えましたか？ドイツです。ドイツから来た留学生です。今1年間信州大学で勉強しています。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私もドイツから来ました、マリアと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私もドイツから来たエマと申します。レミですよね。私たちは同じ名前なんですけども、なんか二人ともはエリザベと申します。エリとエマと申します。ありがとうございます。こんにちは。ブラジルから来ました、チドブレです。よろしくお願いします。こんにちは。オランダ人モロッコ系のマリカと申します。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。スワディーハ。私たちタイから来ました、3人とも主婦で、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。韓国のデグから来ました。今信州大学の経済学部1年です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。韓国のソウルから来ました。今経済学部の1年生です。ハーピョンオクと申します。よろしくお願いします。자북대를쌤뱉어너미니니를묵는자에게득뒤에이나라민족다분들루제나민나서아들을때드시면아석가뜻은몽골어들의아나민나선콘니치와아저씨나나마요묵은자에또모시마스또이마시다아겨와아나스탄프라를요시때헌터니스고고우레시드시다なぜかというと、なんか小さい子供たちが来て、ああよかった、見つかったとかいろいろ言ってくれて、本当に嬉しいでした。はい、私はモンゴルのウランバート
トル市から参りました経済学部1年生です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は中国の広州から来ました。今回のスタンプリーをやったことが日本の子供は中国の首都が多分わからない上海ではなくて北京です。お願いします。皆さんこんにちは、信州大学経済学部2年生の押瀬と言います。本当に今日こういうスタンプラリーをやらせていただいて多くの方と交流できて本当に嬉しいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回スタンプラリーの皆さんに拍手をお願いします。これから、まだ終わってないんですけど、ちょっとここの椅子を、片付けたいと思います。